ンデリセットハイネル誰を見るか、まあ、高さのあるプレイヤーは揃っています。サントスもサイズは188センチあります。巻いてきたボールはどうだ、うん、おー直接入りましたハイネル、インスイングのコーナーそのままゴールイン。いやー狙いました森崎さん、まあ、あのゴールを狙ったキックではなかったと思いますけど、まあ、よりこうゴールに近いところにね、まあ、放り込んだっていうところがまず一つゴールにつながったかなと思いますね。ちょっと見てみましょうそのシーン、まあ、おそらくニアに3枚入ってましたから、まあ、ニアを狙ったんですけど、まあ、ファーサイドもね飛んでいきましたから直接ね、まあ、素晴らしいゴールですよね。鈴木ザイオンの頭上を越して巻いたボールゴールイン。いや思わぬ形で同点ゴールが生まれましたサンフレッチェ広島。